ボルト、大丈夫？な、ああ。でも、これからどうしようか。彼女、結局逃がしてしまったし。おのおのの記憶が消えた忍界、すなわち奇跡なき忍界が生まれようとしている。誰だ？今の混乱を収めたいと願うなら、ついてこい。なんだここは。他のプレイヤーがいない。さっきまでのところから隔離された空間のようだね。見た目も現実世界のものに戻ってる。本当だ。ようこそ時だまりの前。あんたは大つつきトネリ、この星の監視役とでも言っておこうか。大つつき、まさかあの桃式の仲間だってのか。彼らとは違う。私は君たちの協力者だ。協力者？その話信じていいのかよ。それは君次第だが、今の君にはことを改善する有効な手段がない。だから怪しくともここに足を運んだ。そうだろ？ボルト、この人本当に敵じゃなさそうだよ。うん、なんかあいつらとは雰囲気が違う。はあ、手がないのは確かだし、二人が言うようにあんたはちょっと違うみてえだな。少しは信じてもらえたということかな。ああ、けどもしおかしな真似したら、そん時は。私は何もしないさ。ただ手助けをするだけだ。むしろこれからは君たちに動いてもらわなければならない。今の事態を打破するためにはね。あの、そのことなんですけど、今の混乱を収めるって本当にそんなことが可能なんですか？可能だ。だが簡単にはいかない。これまで人に根付き積み上げられてきた記憶を回復させる行為は相応の時間を要する。しかも今回失われた記憶は莫大。通常なら何十年何百年とかかるだろう。それだと意味がないんじゃ。だが今の世だからこその幸運な点がある。それは君の父、渦巻ナルトの存在だ。父ちゃんの？君の父親は今現在を生きるほぼ全ての人間の記憶に関係している。大なり小なり差はあれどだ。それは戦争を超え皆に受け入れられ、そして浸透した彼の力、渦巻ナルトだからこそ成し得た力だ。今回はそれを利用する。つまり、まずは過去に遡りナルトの歴史をたどってもらう。そこで奇跡の回収を行う。過去に遡るってどうやって？この不思議な空間の特異性と
大筒木の力をもってすれば限定的に可能だ。本？ただし、過去に行けるのは一人だけ。しかも、当時の出来事に干渉することはできない。それしか手がないってんなら、やるしかねえってばさ。渦巻きナルトの軌跡を回収できたのなら、それを私が解放しよう。解放された軌跡は、本人を中心に第三者に広がっていく。波及的に広がった軌跡は、再び光を灯し、そして皆の記憶が戻る。そういう手はずだ。分かったってばさ。とはいえ、この作業は拘束時間長そうだよね。だったらそのことも含めて一度パパに報告しに戻ろうよ。状況の整理もしたいし、これからについて話し合わないと。だな。ならば急ぐことだ。残された時間は少ないのだから。戻ったか。お疲れ、ボルト。あれ、お前ら。はい、我々のようにおかしくなってない組ですよ、彼らも。父さんも母さんもみんなおかしくなって、どうしようか悩んでたら片助さんが声かけてくれてさ。話は全部聞いた。こっからは俺たちも協力するぜ。何せ任界の非常事態だからな。それで何か動きがあったんだろう？うん、実は。そうか、逃がしたか。悪い。謝るのは後だ。まだ手は残っている。今はそっちに気を回せ。しかし、記憶の回復ですか。急いだ方が良さそうですね。お前たちが向こうに行っている間、俺たちでこちら側の状況を探っていた。この葉隠れの忍びらはすでに里を立ち、戦争開始まで秒読み段階に入っている。田里の奴らも同様だ。一斉に行動を開始している。つまりどの里もメルツの洗脳状態だということだ。とんでもねえな。もはや俺たちに残された時間は少ない。いいか、ここからは3手に分かれる。一方はこちら側でゼロのアジトの捜索、もう一方は向こうに戻り奇跡の回復を進める。サスケさん、奇跡の方は俺にやらせてくれ。今回のことは俺に一因があるし、それにナルトの歴史をたどるのなら、元より適任者はお前以外にいない。わあ、サラダたちはアジトの捜索だ。可能な限り情報を集め、アジトの場所を突き止めろ。さらっと無茶言うね、パパ。ヒントもないし、見つかるかな。そういうのはよ、小さな穴からしっかり調べれば見つかるものだって親父が言ってたな。穴？ゼロって組織はここ最近動きが活発化したって聞いたぜ。ってことはだ、例えばスパイを送り込んだり、何かしら実験したりで大なり小なり表側と接触した可能性があるんじゃねえか。そういう時ってよ、わりかしアラが出るもんらしいぜ。そのアラを見つけ出して調査すれば、奴らの尻尾をつかめるかもしれねえ。でもアラを見つけるにもどこから調べればいいか。ひとまず最近の任務関係を洗ってみるのはどうでしょう。未解決の怪しい任務があれば、
そこにヒントがあるかもしれません。あ、うん、なあサラダ、任務といえばこの前の。だよね、私もちょうどそれを思い出してた。もしかしたら、もしかしたら関係があるかも。な、何のことでしょう。詳しくは後で話します。パパ、ここ最近でスサノオンを使って戦ったことってある？ないな。だったらやっぱりあそこは怪しいかも。もう一度調べてみる価値はありそうだね。サスケさんはこれからどうすんだ？俺はナルトの足止めに向かう。奴が戦争に参戦してしまえば、それだけで人界に大きな被害が出る。奴を止められるのは俺だけだ。若、これを。通信機です。若はこれからあっち側ですからね。こちらに戻った時、すぐに私たちに連絡が取れるように。サンキュー。ここからはそれぞれの戦いだ。行くぞ。頑張りましょう。待たせてすまねえ。父ちゃんの奇跡は俺が回収するってばさ。ではこれを渡しておこう。ナルトの奇跡を追えば、それに光が戻ってくるだろう。強く光るその時こそ、お前の父に記憶が戻る時。そうなったらトネリさんに渡せばいいんだな。そういうことだ。よし、さあ行くがいい。お前の父、渦巻ナルトの奇跡を取り戻しに。時間を遡り、渦巻ナルトの軌跡をたどる。その道筋は私が案内しよう。四代目火影による九尾の妖子の封印。君の父、渦巻ナルトの軌跡はそこから始まる。九尾をその身に宿したナルトは、里の者から迫害を受けていた。だが、そんな境遇でも彼は強く生きた。その胸の内に、火影を目指すという夢があったからだ。ナルトはアカデミーを卒業し、ウチハ・サスケや春のサクラと共に第七班へ配属が決まったが、第七班の隊長である畑カカシは、彼らの実力を測るために演習を始めた。この演習は、歴史上は小さな一戦に過ぎない。だがナルトにすれば、忍びの道を歩み始めた重要な一歩だ。え？今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。テスト？卒業生27名中、下忍と認められるのはわずか9名。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験だ。もしかしてこの状態って俺、父ちゃんの体に入り込んじまってんのか？その通りだ。君はこれから渦巻ナルトを通して、彼の経験したことを体感していってもらう。それが奇跡の回収につながっていく。
なるほど。奇妙な気持ちだってばさ。さあ、始まるぞ。ちくしょう。こんなとこで落とされてたまるか。さて、それじゃ始めますか。俺の強さ見てビビんじゃねえってばよ。あ、父ちゃんってば張り切ってんな。ナルトにとって忍びとは特別なの。夢につながる第一歩だ。おかげか。俺はこの先どうなるか知ってるけど、本当に夢を実現させちまうんだから。すげえ父ちゃんだってばさ。ウチハサスケや春の桜、特につながりが深くなるこの第7班に配属されてた。当時のナルトは優等生のサスケをライバルと見なし、桜は憧れの心情を抱いた。今ではめちゃくちゃ親しい間柄だけどな。俺にやらせろ。ここから始まったのか。ここから数多くの戦いを経て、彼は忍界の中心に立つ忍びになった。準備 OK。 俺にはそれ。なんだ、体が。ここでの奇跡回収は終わった。次に移動する。あのさ、あの後父ちゃんたちは。畑かかしは3人の力を見ていたわけではない。チームワークを確かめていたのだ。彼らは見事にその期待に応え、かかしから正式に第7班配属を認められた。そりゃそうだよな、あの3人だもんな。そして彼らは忍びとして任務に勤しむことになるが、当然忍びには危険がつきまとう。ナルトが初めて生と死をかける戦いに身を置いたのもこの時だ。恨まないでください。こうするしかなかったんです。行くぜ、助け、足引っ張んなよ。ここは波の地、現代ではナルト大橋と名付けられた橋だ。かつてここでは橋の建造をめぐる争いが起こった。第7班が相手をしたのは建造を妨害する2人の忍。1人は桃地ザブ、もう一人はハクと名乗る。今戦っているハクは特殊な能力を持っていた。結界幻覚、氷遁を操ることができた。忍びになってすぐにそんな相手と戦ってたのか。そうだ、こうした視線をくぐり抜け、彼らは強くなっていった。ハクはザグザの道具として生きていた。それも忍びの生き方としては間違いではない。当時のナルトはハクの生き方に動揺を見せた。当然だ、彼の知らない生き様がそこにあったからだ。だがハクの生き様を見たからこそ、ナルトは己の人道を強く認識することができた。まっすぐ自分の言葉を曲げないという己の人道。
人間。俺にやらっと距離を。あ、距離を。距離を。逃がしません。やらせろ。逃がせ。次の時間に移動するぞ。白は最後までザブザの道具として生き、そしてザブザは白を思い亡くなった。彼とザブザの死に様はナルトにとってかけがえのない糧となった。ここで得た経験を胸に、ナルトは次なる出会いを果たす。砂漠のガーラと呼ばれ畏怖の対象だった存在と。ガーラのおっちゃんか。どうしたこの俺が怖いのか。自分だけ愛してやればいい。自分のためだけに戦え。一番強い者の定義だ。ツーマーキーナルト2000年代ナマキー。俺は孤独の中で自分のためだけに戦ってきたあいつすごいとは思った。でも本当に強いってそんなことじゃなかったはずだ。父ちゃんとガーラのおっちゃん、この二人が戦ってるってことは、木の葉と砂の二つの巨大な里がぶつかり合った。それが木の葉崩し、砂隠れの要はガーラだった。彼の中には死活という理由が封じられていた。ガーラが逃げられた。父ちゃんと同じだ。ナルトと同じ境遇。移住を封じられたことも、里の者に迫害を受けたことも同じだ。ガーラのちゃんとは攻撃が容赦ねえな。この頃のガーラは人を信頼する心まで持ち合わせていない。その閉ざされた心をこじ開けたのは他でもない渦巻きナルト。同じような境遇であった仲間というつながりを得ていたナルトは強かった。そしてそれはガーラにも確実に伝わっていった。戦いはまだまだ続くのか。ナルトとの出会いを経て、ガーラは光を歩むことになる。その先については、君も知っているだろう。ああ、里のみんなに認められて、風影になったんだ。ナルトの意志は、周囲の人物に様々な影響を与えた。ガーラのように光に導くこともあれば、逆もしかり。サスケは闇にいることを選択し、里を抜けた。そんな彼を止めるため、ナルトは必死に手を伸ばした。当然だ。ナルトにとってサスケは、かけがえのない友なのだから。なんでだよ。なんでそんな風になっちまったんだよ。お前は俺には俺の道がある。
俺の目的は達成だ。それでサスケの目的とは兄イタチのこと。イタチを撃つことにサスケは宿願としている。同時にそれにはまだ力が足りない。彼は悟る。だからこの葉隠れを離れたっても、オロチマルの誘いもある。サスケはオロチマルならばその力を大きく向上させることができると考える。ナルトが急速に成長していく様子に対し焦りがあったので原因の一つであったのは間違いない。何にせよサスケ自身も大いに悩み考え抜いた末の不思議な決断だ。サスケにとってナルトは特別な存在だ。親友と呼べる数少ないです。そのつながりを聞いて神は兄を撃つための力を得た。サスケ父ちゃん、一進一退の攻防は続いた。それこそ人知を超えた力を引き出し力の限りを尽くしたナルトだったが、サスケを止めることはかなわなかった。だがナルトは諦めることはなかった。次を見据えすぐに行動を開始した。新たな死伝説の三人のジライアと共に修行の旅へ出ることを決断したのだ。それから再び歴史が動き始めるのは数年後。あの二人にこんな過去があったなんて、俺何も知らなかった。回収した奇跡は光となってひとところに集まる。そうか、そんで光が強くなれば父ちゃんの記憶が戻る。そうだったよな。その通りだ。よし、やり方が分かったってばさ。ひとまずここまでの奇跡回収はなった。一度時だまりの前と戻ってくるといい。どうやら興味深い事象が起こり始めたようだ。興味深い事象？ボルト、君が奇跡を戻し始めたからかこの空間に異変が起きている。どういうことだってばさ。ここはナナシという少女が作った空間の上にできている。故に彼女の記憶もまた空間の歪みに混ざっている。本来ならばそれが表面に出ることはないが、今この空間は彼女のコントロール下にない状態。故にこの空間に反応し彼女の奇跡が現れたのだ。そんじゃあれに触ればナナシの過去が見られるってのか。それをするもしないも君の自由だ。ただもし彼女を深く知りたいと思うなら。当然見てみるってばさ。俺はあいつのことほとんど知らねえからよ。ヤチホコ、素晴らしい能力だ。貴様にはこれから兵器として生きてもらう。他の動術を移植すれば何倍もの効果を発揮するに違いない。兵器に優しい名は不要。お前は七種の兵器として生きろ。新しい印を刻んでやる。今度こそ適合しろよ。泣くな。泣いてどうする。やだ、いや、いや、
きのってずっと前に俺だけが見えたあのとんでもねえ映像に近かった。あれがナナシの過去だってのか。過去の内容が乱雑に入り混じったものだな。君が以前見えたというのはおそらくは彼女が君に気を許し空間のコントロールに不備が生まれたためだろう。だから俺だけに見えたのか。しかしあれだけでもよくわかる。彼女はよほどの目に遭ってきたようだな。また彼女の軌跡が現れることもあるだろう。ひとまず元の作業に戻ってはどうかな。ああ、わかってるってばさ。よし、行くぞ。ナルトとサスケがたもとを分けた終末の谷の戦いから時が経ち、修行の旅へと出ていたナルトはようようとこの葉隠れに帰還を果たした。帰郷して早々、第七班の隊長カカシはナルトとサクラに対し手合わせを実施する。無論二人の成長を見定めるためだ。どうやら今回は本気を出さないといけないようだ。絶対に負けられない。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。父ちゃんとサクラさん、サスケさんを連れ戻すために一緒に修行したんだな。二人にサスケとのつながりはそれほどに重要だ。特に孤独の辛さを知っている、あの地獄の苦しみを知っているからこそ、どのようなつながりであっても決して手放すことはない。しかもサスケさんは父ちゃんにとって大の親友だもん。それにしても父ちゃんもさくらさんも大きくなったよな。当然我らには一瞬で、彼らは数年だ。そうなんだけど、なんつうか自信っていうのかな。一つ一つの動きが全然違って見えてさ。心の成長、そう言いたいのか。あ、そう、まさにそれ。父ちゃんたち成長してきたんだなって。当然だけど、移動か。二人の成長はカカシに認めさせるに十分だった。これより彼らは第七班として活動を再開するのだが、当時の忍界は大きくうごめいていた。暁という犯罪組織が各地で暗躍していたのだ。ナルトたちも否応なく戦いに巻き込まれていく中で、ついにサスケについて情報が入ってくる。当然急ぎ現場へと向かったわけだが、そこにいたのはかつての面影が消えた親友だった。マジかよ、見たいような見たくないような。
こんなところにまで何の用？お前を連れ戻しに来た。サスケさんの雰囲気が全く違う。目がすげえ冷たいってばさ。闇に行った彼の目に仲間というつながりが映った。ある意味兄イタチへの憎しみの一つ。それほどに強い憎しみがあるんだ。おちまたちがいくら失格しても、好きだ。サスケさんの殺気が怖えよ。俺まで変な汗出てきた。この時のサスケに情け心など存在しない。父ちゃんたちを倒そうとしてるってか。では次の戦いに移動するぞ。あれから父ちゃんたちとサスケさんは、結局ナルトたちの必死の説得はサスケの耳には届かず、彼は再び闇へと消えた。ナルトは己の無力さを大いに嘆いたが、その悔しさは次なる強さを得る糧となる。ナルトはすぐに修行を開始した。再びサスケを追うために。だがその一方で彼は狙われる身でもあった。ナルトが秘める九尾を狙う暁がこの葉隠れに向けて進行してきたのだ。進行を止めるため多くのこの葉隠れの忍びたちが奮闘する中で、最後に暁の前に立ったのは他でもない渦巻ナルト本人だった。まさかお前の方から出向いてくれるとは。探す手間が省けた。未来を知ってるから当たり前のことだけどな。もちろん父ちゃんの勝ちだ。そうだ。なぜそう思う？ここに立ってはっきり分かったんだ。この戦いは間違いなく父ちゃんが勝つって。それくらい父ちゃんに自信があふれているし、負ける気がしねえ。なるほど。親子だから掴むことのできる感覚といったところか、サスケに届かず失意に沈んだナルトだったが、ここまで復活したことには意味がある。当然自身の心の強さもある。何よりナルトには仲間がいた。ナルトを支える多くの仲間。さて移動するとしよう。各図を退けるほどの力を得たナルトの存在は、この葉隠れの中でも実力者として認識されていく。一方でナルト捕獲には相応の力が必要だと悟った暁は、ついに暁のリーダーであるペインが動き出した。ペインは伝説の輪廻眼を有し、人界の中でも群を抜いた力の持ち主。彼を前に忍びたちはことごとく散っていった。その中にはナルトの死ジライアもあった。死の仇を取るためさらなる修行に出たナルトは千人の力を得てペインと対峙したが、その戦いは熾烈極まりないものとなった。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。
そう、俺の師匠、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。ここが、この葉隠れの里？これはペインによって引き起こされた。リンネガーの力で、それほどに強力なのか。こんなことをできる奴を相手に、兄ちゃんは戦ったのか？この時のナルトの内は、怒りに満ちていた。当然、死と仲間を失い、里まで破壊されたのだから。ビリビリとしたものを感じるってのさ。ニコラちゃん、見たことない。この時のナルトは、すでにこの破格で最強だったと言っていた。千人モードってやつだろ。知ってるってばさ。自然エネルギーだっけ。それを使うんだよな。よし、この俺がここまで。そうで力が入るってばさ。死闘に次ぐ死闘を超え、最後に立っていたのはナルトだった。戦いの最中、ナルトはペインを操るナガトという存在を察知し、二人は互いの思いを口にする。ナガトはナルトとは異なる平和の考えを持っていたが、ナルトの意志は彼の心を溶かし和解を果たす。木の葉隠れの危機を救ったナルトは里の英雄として万人に迎え入れられた。かつて里の中で孤独に生きていた子供が誰もが認める存在になったのだ。父ちゃん、光が集まって、ここまでの奇跡回収は成功だ。一度時だまりの間へと戻ってくるといいだろう。時だまりの間に異変の兆しが見える。それって、どうやら再び彼女の奇跡が現れたようだ。うん、調べてみるってばさ。お前は危険な存在。これからはここで生活するのだ。わかる？千住が迫っているぞ。こちらも七子を出せ。見たか、千住一族の奴ら慌てていたぞ。千住の奴ら、他の一族と手を組んだらしいぞ。七子に対抗するためらしい。いたぞ、奴がうちら七子だ。追い詰めよう、奴を封じるのだ。やめて、やめて、やめて、やめてよ。誰か助けて。なんで私だけがこんな目に遭うの。嫌い、全部嫌い。忍びもこの世界も嫌い。さっきのあいつが封印された時の様子ってことか。大きすぎる力だった。故にそれを危険視した者たちに封印された。内派一族に不当に扱われ、世の忍びたち全員が敵となり、そして理不尽に封印されたともなれば、忍界を、忍びたちを深く憎む心が生まれたとしても仕方のないこと。だから今のあいつは忍界を滅ぼそうとしてんのか。
彼女にとっての不幸は理解者がいなかったこと。その辛さは心中を察するにあまりある。同盟結んでる里同士で戦わなきゃいけないんだよ。メルツ様のために。何なんだよメルツ様って。七代目様も言ってたけど意味わかんねえよ。メルツ様の理想を叶えるために我らは戦わなければならない。邪魔をするな。お前の参戦は何としても止める。無駄なことを。俺を足止めしていたとしても戦争は始まる。お前の行動は無意味だ。それはどうか。各里の忍びたちが戦場に到着。戦闘開始は間もなくかと。脆い。かつてあれほど絆だつながりだとほざいていた連中がこうも簡単に崩れるとはな。ペイン様、いやペイン、あなたの望んだ力による統制がついに実現する。ただしその先導者は死んでしまったあなたではなくこの俺だがな。サラダたちうまくやってるかな。それにサスケさんもって、俺は俺でこっちに集中しねえとな。ペインとの一戦後、忍界は大きく動き始めた。暁を裏で操っていた存在ウチハマダラが尾銃をかけ忍界全土に宣戦を布告したのだ。同時に長らく闇に潜っていたサスケも動き始めた。この葉隠れの崩壊と一族の復興を目標に掲げてな。なんでサスケさんは兄ちゃんを倒すために行動してたんだろ。物事には決して表に出ない醜い面もある。サスケは兄イタチの麻薬の真実を知ってしまったのだ。ともかく彼はこの葉隠れを潰すため火影の命を狙い行動を開始した。そしてそこに現れたのはサスケとのつながりを決して話そうとしない渦巻きナルトだった。汚染眼潰してやるよ。
ナルト、サスケ、お前は。サスケさん、この前の時よりもさらに冷たい感じになっちゃってる。叩きだと信じ、ついに撃つことができた兄、この戦いによって作られた巨像だと知ってしまった。イタチは最後まで弟を思う優しき兄のままで。くたばれ。そんな彼を歪んだ道に歩ませたこの戦いは、サスケが許せるわけ。サスケは火影の命を狙った。これは人間に対して刃を向けた。サスケを利用したのは暁を裏で操っていた男。マダラと名乗る男によって彼の道は変わってしまった。待て、次の時間に移動か。ナルトとサスケの戦いは決着がつかず、両者は再び離れることになったが、ナルトはサスケを救うため、サスケはナルトを倒すため、二人の道はある意味近いものになったと言っていいだろう。確かにそう言えるけど、なんか微妙な気持ちだってばさ。そして忍界は戦いのうねりに巻き込まれていく。マダラの宣戦布告に対し、忍びたちは忍び連合軍を結成し、第四次忍界大戦の火蓋は切られた。当然ナルトも新たな仲間と共に戦場に駆け出したが、その前に現れたのは因縁の相手だった。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。俺もやる。行くぞナルト。なあ、父ちゃんのこの姿は。戦争を前に彼は九尾の力をコントロールする術を手に入れた。その姿がそれだ。マジかよ、ついに九尾の力まで使えるようになったのか。どんどん強くなっていくな、父ちゃん。そう、強くなった。しかし相手はさらに強力な忍び。相手の人って確かペインを操ってたナガトって人だよ。第四次忍界大戦はレド転生って術で強い忍びが復活して、戦争に使われたのは知ってる。そして目の前で感じると気持ちがざわつくってばさ。ナガトは陸道仙人の力を持つ強力な忍び。だがこちらには心強い味方、ウチハイタチ。イタチもナガトと同じく江戸転生された身だった。彼は江戸転生の縛りを自ら解き放った。この時のナルトは既にイタチの真実を耳にしていた。もはや敵対心はなく、真の意味でイタチは味方となった。死んだままだったら、その辺がモヤモヤしたままだったけど、この世に復活したから分かり合えたのか。さて、次に向かおう。ナルトとナガトの激しい攻防の最中、イタチは刹那の隙をつき、ナガトの身を封印することに成功した。本当はもう戦う必要なんてなかったのにな。これも戦争のせいか。一方で各々の戦況は著しく変化していた。特に砂漠地帯で戦っている忍びたちの前にある江戸転生の忍びが現れたことにより、連合軍は劣勢に陥った。
忍びの名はウチハ・マダラ。戦場に駆けつけたナルトもマダラの力を前に苦戦を強いられることになる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。おう、魔戦眼。奴がウチハ・マダラ、初代ホカゲと共にこの葉隠れを作った伝説の主。マダラ？ん？でも、ウチハ・マダラってもう一人いるよな。あれ？どういうことだ？これまでマダラを名乗っていたのは見つかった。こちらが本物のマダラだ。じゃあ偽物のマダラってのは誰なんだ？その正体は臨海大戦を起こした真の原因に結びついた。ウチハ・マダラか。威圧感半端ねえな。これでもマダラは本気を出していない。ナルトを相手に遊んでいるだろう。先方、超大玉螺旋多連眼。マジかよ。マダラが相手として認める、初代の千住柱間のみ。彼だけがマダラに対抗し、これが違う。先方、超大玉螺旋多連眼。柱間とマダラか。伝説の忍びってことは知ってるけど、どういうのか。マダラにとってナルトたちとの戦いは時期に等しいものだった。事実、マダラが幾分かの力を操り放たれた隕石によって忍び連合軍は壊滅的な被害を被った。じゃあ父ちゃんは？あの場にいたナルトは影分身だった。本物は別の場所にいたのだ。別の場所？ナルトは遠く離れた場所であるものと対峙していた。かつてマダラと名乗っていた人物とな。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき。ガキは英雄に憧れるもんだ。サラ様、クレマ移住惑星螺旋手裏剣。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるホカゲになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。こっちの方が偽物のマダラってことだよな。本物のマダラはマダラで、偽物のマダラは…なんか頭がごちゃごちゃするな。どうしても父ちゃんの姿しかし…死闘を経て、ナルトは徐々に窮屈、いや、クラマと心を通わせていった。そしてついに和解を果たし、クラマの力を完全にコントロールすることができるようになった。なあ、このトビの目的ってのは一体何なの？それは彼らがキュービラ美獣を集めていた理由につながる。その目的は美獣の集合体である十尾の復活、そして十尾の力を用い無限つくよみを成就することになる。無限つくよみ？なんだそれは。都合のいい夢だけを見せる世界。無限つくよみは
そうした世界を作る、引きずる。すべての人間の意志は死ぬ。何も。オーラー！バサマ、クラマ！てめえを倒して、この戦争を終わらせる！ビジュー、惑星螺旋手裏剣！オーラー！絶対その面、ひっぺがしてやる。確かに、奴の正体は気になるってばさ。長らく続く激戦の中で、カカシラの起点を経て、トビの正体はいよいよ明るみになった。その正体はナルトと同じくホカゲになる夢を持ち、カカシと共に戦場をかけた親友、ウチハ・オビト。ウチハ・オビト。オビトはある意味純粋だった。純粋だったがゆえに、愛すべき者の死が彼を狂わせた。彼の願いは夢の世界に向けられ、それを成すためにかつての親友とも刃を交えることになったんだ。なんか父ちゃんとサスケさんとも似てるな。親友同士で戦うってのはさ。光が集まった。では、時だまりの間へ戻ってくるといい。再び時だまりの間に異変の兆しだ。うん、分かったってばさ。彼女の記憶が現れたな。これで三度目か。次は、どんなものが見えんだ。見つけたぞ。こいつの能力を使えば、忍界はアビ教官の世界になりますな。一族に利用されし兵器、ウチハ・ナナシ。この時代でも存分に役に立ってもらおうか。誰？あんたたち。お前の理解者だ。忍界と忍びを憎んでいるのだろう。お前を利用し、封じた忍びどもを憎んでいるのだろう。俺に協力しろ。共に忍界を混乱に陥れようではないか。さっきのは、ナナシが封印から解かれた時のやつか。ふん。その際に彼女の憎しみを利用し、懐柔したのだな、彼らは。畜生。さあ、続きだ。オビトの宣戦布告により開戦した第四次忍界大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、オビトのもとにはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。オビトとマダラ、二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そしてオビトはその力を取り込んでしまった。そんなことされたら、もう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名は、ウチハ・サスケ。サスケさん。
もはや無限月読み発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ、まだ俺とサスケがいる。この2人ならこの忠義を取り込んだオビトが相手でも勝てるんじゃねえの。忠義の力とはすなわち陸道仙人と同等の力。並大抵の戦力では傷つけることすら難しい。当時の忍界においてそれができるとすればナルトとサスケ、この二人のみ。しかもライバルで友達の二人の共闘だぞ。めちゃくちゃ熱い展開だってばさ。ここに至るは銃、そしてオビトとマダラの攻撃によって忍び連合軍で多くの犠牲者が出た。ヒューガネジ、君の叔父もその中の一人。ああ、もちろん知ってた。その死はあまりにも大きく、ナルトですら一度は喪失感に押しつぶされてしまう。だがその時手を差し伸べて救い出したのは君の母ヒナ。今やナルトは忍界を支えるものとなる。逆もしかり、そのような小さな手がナルトを支えてくれた。距離を取るか。次だ、行くぞ。二人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を殺す。俺は陸道のバーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ、俺らで倒すんだってばよ。二重玉、お前をな。まだ父ちゃんの姿がまた変わってんな。今度は何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と解放し、彼の力を借り受けた。サスケと共に生と死って、二人とも一度マダラにやられ瀕死に陥った。え、二人とも死んだの。死んではいない、その寸前だったと思う。いやいやいや、寸前も何も、マジかよ。っていうか、何をここまで追い込むの。うちはまだだって、どんだけ強いんだよ。しかし分かんねえな、なんだってマダラは無限つくよみを成功させたいんだ。マダラの立ち位置、仮に悪と呼称した場合の話。彼も最初から悪だったわけではない。二重惑星螺旋手裏剣、むしろ愛情深い男だ。え、マジかよ、マダラが愛情。
この戦いから引き上げる。一進一退の攻防を経て、ナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作して、ついに成し遂げたのだ。無限つくよみを。そりゃ、めちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦は、マダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを一つにする。なあこいつ、強大すぎる力が古に封じられた存在。ウサギの女神、鬼、さまざまな故障がある。第7班送ってばよ。行くぜサスケ、サクラちゃん。ハチ様、行け。ナオダ、ダマキシ、ナルト、サクラ、おめだ。彼女、大筒木かぐや。落ち着き、またここでその名前が出てくるのかよ。そりゃ、マダラは？あいつはどうだったんだ？マダラには、絶という絶対の信頼を置く仲間がいる。無限つくよみの計画を進める影の協力者といった存在。だが、計画の成就を確信したマダラは、最後に絶に裏切られちゃう。絶はマダラの真の仲間ではなく、遥か昔からカグヤ復活のために動いていた。無限つくよみを介することで復活に用いるチャクラを集めさせ、そしてマダラ自身がカグヤの寄り添いに惑星螺旋手裏剣。あれだけ強かったマダラがそんなことになっちまうなんて。次に移動だな。まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、カグヤは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。これで戦いは終わり？いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いや、つながりの答えを出さねばならない。ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱ、そうなるか。そうだよな。もはや、ここまで来て、互いができることは一つ。拳を交えるのみ。何度も何度も、何度も何度も、傷つけ合い、天を焦がし、地をうがち、叫び、否定し、そして
背後に父ちゃんが拳を合わせたのだ。そう呼ぶしかない。サスケさんはサスケさんの中に答えがあった。それを貫き通すために。でも父ちゃんはサスケさんを追いかけて、サスケの手に走っていた道はいつしか忍界を巻き込む道に。そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。時間だ。二人ともボロボロだったけど、最後は一体どうなって。まさに命を懸け己の持つ力を絞り出した二人はついに体が限界を迎え地に並び落ちた。傷つき動かぬ体にあって互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いはいつしか堅くななサスケの意志を溶かし、ついにサスケはナルトを認めるに至った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。時が来たな。時だまりの前戻ってくるのだ。わあ、よくやった。時代をめぐり父の軌跡を追うことで様々なものが見えただろう。俺前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でもなんつうのかな、うん、父ちゃんすげえかっこよかった。彼の生き様は忍界に大きな影響を与えた。だからこそ忍界の軌跡を元に戻す要ともなる。四つ目の記憶が現れたか。だがどうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。ああ、今はまだ忍界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな。いい名前じゃない。ね、光。うちは光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ。
親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意の七子が新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ、くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道、そこに未来はなかった。そして今、人界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ暗く冷たい道を。そんなこと絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた渦巻きナルトの奇跡が皆に光を当ててくれる。さあ、人界を元に戻そう。ああ、渦巻きナルトの奇跡を元とし、結びつきし縁たちよ、記憶の海原を走り、伝え、広まれ。奇跡よ、ここに復活するのだ。人界が破壊されることを意味する。ガキの頃からバカみたいに木陰を目指していたお前が自分の手で築き上げたものを壊すことになる。それだけはさせん。シドリ、お前がかつて俺を止めてくれたように、俺の命がけでお前を止めてやる。シドリ、行くぞ。焼き尽くす。手のかかるやつだ。なぜこうも邪魔をする。いまいましい、何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。
うっすらトンカチが。逆に聞く、お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか、それとも。何度も言ったはずなんだがな、俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったな、ボルト。俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。ってことだ。計画は順調だったはず。なぜ急に洗脳が解けた。ナナシ、お前か。私は何もやってない。本当か。他の誰かに情でも移ってやめたんじゃないだろうな。そんなことない。じゃあなぜだ。構わん。あれが失敗しても、この俺がいる限りゼロが有利であることは変わらん。しかしですね、ここまでことを運ぶのにどれだけ金を使ったことか。それより周囲に気を張っておけ。アジト周辺にこの日隠れの物らしき影を複数確認。早いな、もう嗅ぎつけたか。どういうことです。奴らは愚かだがバカではない。我らの存在をつかみ、居場所を探ろうとしているのだ。なんと。しかし、どうやって。外に出ているゼロの情報など微々たるものを。あちらにもお前並みのやり手がいるのかもしれんな。私並みの。まさか片助先生か。とにかくアジトに近づくやつは迎撃だ。行け。はっ。全てが計算から外れてきている。なぜこんなことに。面白くなってきたな。ったく、本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ、分かってんよ。行くか。ああ。奇跡の復活はなった。
人界は元の状態に戻ったようだ。うん、よかった。さて、これからどのように動くつもりだ？あれは内葉七氏の記憶か。まだ残っていたとは。よう、初心者は何をすればいいか教えてくんね。何こいつ。なんだ、ただの子供か。中身が丸見えだと対処も簡単。この手の子供は適当に説明書でも読ませときゃいいわね。んだよケチ、なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ、その13ページの内容もさ。なんでここまで食いついてくんのよこいつ。また話しかけてきた。さっきの俺の活躍見てくれたか。私と話して何が楽しいんだか。よっ、今日も来たのね。ま、少しだけ付き合ってあげるか。けどお前も楽しめることがあった方がいいだろ。なんだろう。別に求めてるもんとかそういうのはねえな。単純に仲良くなりてえだけだ。なんなんだろうこの人。さっきもそんなこと言ってたけど、マジだったのかよ。今までのお前なら嫌がってたじゃねえか。その通りなのに、なんで自分から協力しちゃったんだろう。あ、そういやよ、ようやく名前で呼んでくれたな。気づかれた。だけど悪くない気分。なんかあったのか。なんなら相談に乗るぞ。俺たち友達だろ。友達。私のこと今友達って。嬉しい。んだよ、せっかく元気づけてやろうと思ったのによ。ごめんバルト、私はやっぱり忍びが許せない。考えれば考えるほど黒い気持ちが湧き出てくる。でもボルトは助けたい。苦しい。やっぱそうだよな、あいつが悪いやつじゃねえって思ってた通りだった。苛烈な過去を生き、人として扱われなかったナナシにとって、君の伸ばした手は大層嬉しかったようだな。しかし彼女は憎しみにも囚われていた。その葛藤に悩まされてもいたようだ。ボルト、もう一度聞く。これからどう行動するつもりだ。もう一度話をしに行くよ。彼女は話を聞かないかもしれない。それでもか。それでもだ。話をしなけりゃ始まんねえよ。それにあいつは分かってくれる。
だって悪いやつじゃねえんだからさ。信じているのだな。友達だからな。行ってくるがいい。おう。強い子だ。Thank you.